昨日、中国政府が日本人に対する新規のビザ発給業務を停止しました。日本の水際対策の強化に対する報復とみられていますが、国内では困惑が広がっています。東京江東区にある中国のビザ申請サービスセンターにはビザ申請をめぐる情報を確認しようとする人たちのほか、ビザを新規に申請しようとする人も訪れました。前に何人か並んでらっしゃったんですけども、その人たちもお帰りになってたんで、無理だろうなとダメ元で一応聞いてみたんですけども、人道上の理由以外は受け付けませんよということで、中国のビジネスやってる中では、こういったことっていうのは、起きうることですから、それも一つのリスクとして考えておけば、そんなにびっくりすることでもないんじゃないでしょうかね。なんか理由が定かじゃない部分があるみたいな、行けることに安心してるんですけど、帰るときどうなっちゃうのかなっていう不安も大きい。中国にある日系企業にも影響が出ています。アパレルメーカーの駐在社員は ANN の取材に対し、コロナの影響で停滞していた商談が一気に進むと期待していたが、大きな痛手だと不安をにじませました。また春の人事異動で日本から中国に赴任する予定の社員のビザが申請できず、人員配置に問題が出る可能性があると話しています。